はいどうもこんにちは、ザワと申します。アイキス体験版実況続きやっていきましょう。ということで、まあ共通からなんですけれども、まあもうこんな文章書いてあるんでね、もうそろそろ体験版も終わりに近いのかなと、なんかそんな感じがしてきましたね。はい、ということでじゃあ続き見ていきましょう。時間が過ぎるのはあっという間で、文化祭が終わった後、絵の練習やバイト、課題を追いかけている間に季節は巡る。おお、なんか、ひじりさんが出てきそうですね。なんか、懐かしいね、この絵も。桜がね、咲いてて。そして、また、桜の花が咲く頃。菅野先輩の卒業式を迎えていた。ああ、そっか、もう純子先輩のやっぱ卒業式になっちゃうんだね。なんか、卒業シーズンでもあるもんな。まあ、桜が咲く頃って。純子先輩。あ。本当に卒業しちゃうんだな。きつそう。いや、アン先輩、きつそう。そうだよな。もうなんか親子みたいな感じだったからな。いやー、アンさんからしたらかなり答えるだろうな、これ。1、2年生は、卒業式は自由参加。とはいえ、俺は縁もあったし、卒業式の手伝いをしていた。卒業できなかったら困るでしょ？そうなんだけど。卒業はちゃんとしてほしいけど、卒業してほしくなかった。あー、なんかアンさんにとってはな、結構心の拠り所みたいなねところもあったんだろうからな、純子先輩が。まあ数少ないこう心を許せる相手じゃないけどね。またアン先輩がよくわからないことを言ってる。今日は会ってからずっとアン先輩は心ここにあらずといった様子だった。寂しいのはわかりますけど、特にアン先輩は私たちよりも長い間純子先輩と一緒でしたし。純子先輩、もう明日から来ないんだよな。あの部屋も片付けちゃったもんな。あー、もうなんかさ、あのまどか先輩卒業する時のつくよさんみたいな感じだよね。いやー、なんか、悲しいな。大丈夫ですか？よくわかんないんだよな。ずっと寝ぼけてるみたいな様子のアン先輩が不安になってくる。なんかな、ちょっとこう道を踏み外すとね、打つというか、なんか やばい方に行っちゃいそうな、ちょっとか弱さがありますよね。そうしていると、卒業写真を撮るために卒業生が校庭にやってきた。クラスごとの撮影を待っているこの時間が、在校生として会える最後のタイミングでもある。あ、純子先輩いた。 A 組って最初に撮影するんだっけ？そうなってるはず。その写真撮影の様子をアン先輩はほうけた様子でぼーっと見ている。そんなアン先輩にどんな言葉をかければいいのか俺には思い浮かばない。なんかこれ終わったらみんなでさ、打ち上げじゃないけどさ、なんかどっかでこうシート引いて花見しながらなんかこう喋るみたいなのないのかなね。キサードの方だとね、そういうのありましたけどね。アン先輩大丈夫ですか？実は具合悪かったりしません？具合は平気だと思う？アン先輩の平気は信用ならない。まあね、丈夫なみたいだけどな、体は。でも精神はな、ちょっとまあ病は気からじゃないけどね、なんか怖いですよね。本当に大丈夫かなと心配していたら、写真を撮り終わった菅野先輩が俺たちに気づいてこっちにやってきた。みんなわざわざ来てくれたのね。お、純子先輩。あ、純子先輩やだ、卒業しちゃやだ。ふらふらと近づくと抱きついてそのまま泣き出してしまった。あらあら、困ったわね。アンが泣くところなんて初めて見たわ。あ、そうなんだ。てかもうあらあらとかさ、もう完全にお母さんポジションだよな、本当に。確かにいつも弱音を吐いてベソベソしているけれど、本当に泣いているところは初めて見た。ああ、本当なんかなかなか見ないですもんね、アンさんの。待って、
まったく。来年から3年生だって言うのに、しっかりしないとダメよ。無理。うちがしっかりなんて、できるわけないじゃないですか。それは、それちょっと卒業する純子先輩に対してちょっと不安になっちゃうけどな。まあでもな。確かに3年生になったからってアン先輩が急にしっかり者になったら驚きますけど。今のは確かにって思っても黙ってるとこだとお姉ちゃん思います。そうだね。ただそれも黙った方がいいんじゃないでしょうか、稲田さん。それも同じことなんじゃないでしょうか。お姉もそれ言っちゃってるようなもんだからね。そうだぞ。そんな俺たちを見ても完全にもう雰囲気ブレイカーしましたけどね。菅野先輩が仕方なさそうに肩から力を抜いてアン先輩をあやすように撫でる。でもよかったわ、アンがしっかりしなくても大丈夫そうで。あ、なんかさ、このなんつうのかな、この周りがねぼやけてる、なんだろう、このままの CG だとさね、なんだろう、まあ普通の CG なんだけど、この下の子のさ、ちょっとぼやけてる感がさ、こうちょ、なんかもうちょいぼやかしてほしかったな、これ周りを。なんかこう涙を表現してるじゃないけどね、こう涙でこう曇ったというかね、目じゃないけど、なんか視界じゃないけど、なんかそういうのをちょっとね感じて、このぼやけた感じいいな。細かいか。どういう意味ですか。お、去年までは私が卒業した後のアンが心配でしょうがなかったもの。あ、だけど今年になって池永くんと三枝さんたちが来るようになって、安心したアンを任せていけるから本当にほっとしてるわ。いやだろうな、もうだってもう家まで行く仲だからな。心配ばっかかけてすみません。本当よ。アン、いいかしら。一年生の三人ともいい子だし、きっとアンを甘やかして面倒見てくれるでしょうけれど、それに、今さらアンが先輩らしいところを見せてしっかりできるなんて、かけらも思っていないけれども。あ、そうですか。だからこそ、愛想をつかされないように、ちゃんと仲良くするのよ。言ってることが先輩というよりお母さんだ。もう完全にお母さんなんですね、もうね、もうね。菅野先輩の立場なら俺も同じような心配してただろうし、そうなるのもわかる。わかるんかい。ちょ、蓮くんもお母さん気質あるか。いや、ほら、それだけ仲が良かったっていうかね。純子先輩、もうアンさんさ、あれだよね、あのもう聞いてないよね、こっちの話ね。もうアンさんもうなんかな、もういっぱいいっぱいだからこっちの声聞こえてないんだろうな。まったく、アンのことが心配すぎてしんみりした気持ちにもならないわね。菅野先輩はいつも通りの様子で仕方なさそうに笑う。三人とも手のかかる子だけれど、アンのことをお願いできるかしら。なんだこれ。なんなんだこれは。お願いされなくてもほっとけないんで大丈夫です。あ、ほっとけないよね。だよね。まあ純子先輩の代わりができるとは思わないけど、私たちなりに一緒にいます。俺もうなずくと先輩がほっとした顔をする。ですって。よかったわね。池永くんも編んで、よかったらいいタイミングで襲っちゃっていいから。やったやったやったぜ、お母さんのお墨付きもいただきましたっつってね。本当のお母さんじゃないけどさ。なんで急にうちを売るようなことを言うんですかね。いや、本当になんで急にそんなことを言うんですか。だってそんなことしたら池永くんはアンのことをもっと気にかけるようになるでしょ。そうだね、もう気にかけるどころかも養うようになるかもしれないね。アンも池永くんに彼女ができたらちゃんと空気を読むのよ。さっきからなんかうちの心配ばっかになってるんですけど。さ、これさ、完全にあのアンさんルート行けやみたいなさ、なんかそういう感じになってるよな、この流れ。いや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 、もう最後の問いかけなんだろうな。お前ら
アンサンルート行かなくていいのかつこんなにこんな養いたくなるようなこんな可愛い子だぞつお前らそれでいいのかつってさ、最終確認だよな、これな。七瀬でいいのかつあやひなコンビ、純子さんでいいのかみたいなね。魔女さんでいいのかみたいなね。だって、一年生の三人は、私が心配しなくてもやっていけそうだし、そもそも卒業するからって、二度と会えないわけでもないでしょ。それは、そうですけど。だって言うのにあんてば、子供みたいに泣いてるんですもの。できれば笑って見送ってほしかったわ。そう言いながら、アン先輩を優しく撫でる。ほら、泣き止んで。そうじゃないと、心配で卒業できないわ。卒業はちゃんとしてほしいけど、卒業してほしくなかった。ジレンマですね、本当に。いやよ。アンのために留年なんてできないもの。はっきりと言われて、アン先輩がぐずって、カンノ先輩の胸に顔を押し付ける。純子先輩のケチ。ケチ。もうな、なんか、もう問題起こしたから、ちょっと、一年留年みたいな。そうなったら最高だったんだろうけどな、アン先輩からしたら。まあ、さすがにね。悔しかったら私を捕まえて、それだけの責任を取れるようになりなさい。え？純子先輩が、最後まで強い。最後まで強いよ。なんで泣いてんの、あやめさん。いや、アン先輩が弱すぎるだけって気もする。そうだね。なんて言っているけれども。俺も、ひなもあやも、菅野先輩の目が潤んでいるのは分かっていた。そっか。ただ、それをわざわざ指摘するほど余計なこともない。この後、マジさんのところで、私のお祝いをしてくれるんでしょ？おお。胸に顔を埋めたまま、うなずく、アン先輩。それじゃあ、その時までには泣き止んでおきなさい。ね。頑張り。ああ、もうあれだな。これで、ちょっと俺は決めました。アイキス2、アン先輩ルートからやるしかねえな。製品版。まあ、ちょ、実況はね、実況はちょっとさすがに、ちょ、シビアなんでできないですけど。そう言いながら、ボロボロ涙を流すアン先輩を、菅野先輩は仕方なさそうに抱きしめていた。もうアン先輩から攻略するしかねえな。改めまして、純子先輩、卒業おめでとうございます。なるほど。ここで、打ち上げパーティーみたいなやつやるんだね。へぇー。なんか、またシート引いてさ、みんなでこう、花見しながらやんのかなと思ったけど。まあでもこういうのもいいよね、モデュロールでね。おめでとうございます。進学も無事決まって、本当良かったですよ。ありがとう。私も浪人も留年もしないで済んで。ほっとしてるわ。本当ですよね。なんか、いろいろまあ、頑張ってたみたいですけど、ちょっとね、作品、出す作品がちょっと問題児だったみたいですからね。いつもの喫茶店で、グラスをカチンとぶつけて卒業を祝う。アン先輩は泣き止んだものの、まだ目元と鼻のあたりが赤い。だけど、最後の一年は、思った以上に感慨深い一年になったわ。おお。待ちなさい。なんで私の方を見たのかしら。マジさんは卒業する時も、卒業した後にアリサさんたちに捕まるまでも、うん、心配させてくれたなと思って。アリサ、いやー、そうか、アリサさんたちに捕まるまでも。うん、そうか。アリサさん今何してんだろうね。なんか話出てたっけ。待って、俺覚えてないな。アリサさんの、特徴的な喋り方、ちょっとまた聞きたいんですけど。なんですかみたいな。そう考えると、池永くんと三枝さんたちがいるとはいえ、アンはそれほど心配でもないのよね。否定できない部分もあるけど、アンよりも私の方が心配だったと言われると、心外ね。あら、そうですか。アンだってこれでも2年生になってから、1年間でしっかりしてはないかもしれませんけど。そうだね。そうだよね。そんなにな。大丈夫ですから。さっきはあんなになっちゃいましたけど。大丈夫大丈夫。もう、アンさんはそういう美貌で生まれてきた時点でもう勝ち組なんで大丈夫です。
誰かも金持ちでも何でもあれかもしれないけど、誰かが養ってくれると思うんで大丈夫です。うん、もう野郎がダメだったらもう最悪トワコさんに養ってもらいましょう。ひもれるからね、もうその美貌だけでもう勝ち組なんで。はい、アン先輩はさっきよりかなり落ち着いていて、元気はないものの普通に話せるくらいにはなっていた。ちゃんと後輩たちと仲良くして、純子先輩には心配かけないようにしますから。そこでちゃんと自分一人じゃ無理って言えるのは偉いわ。まあな、なんか自分が見えてるけど見えすぎてんだよな。そっから何かをじゃあ頑張って何か一人でねえできるようにみたいな感じじゃなくて、もう無理っていう。もう決めつけちゃうからね。まあでもな、さすがにやっぱこういろんな境遇過去もねいろいろありますからね、アン先輩もね。いや、アン先輩だってこうほらちゃんとしてるところはありますし、大丈夫ですよ多分。多分そう、そうですよ。ほら、なんか仲悪い感じだったトスさんとも仲良くなって、ちゃんとできるようになりましたし。ここで後輩に必死にフォローされてる時点で私も心配だわ。そうだね。いや、まあ自分でも分かってるんですけど、何せ有森にいる間、純子先輩がいない間大丈夫だったことがないんで。もう純子先輩ってば、アン先輩がこんなんなっちゃってるんですよ、責任取ってください。お母さん、もうちゃんと責任取って池永くんたちを連れてきたじゃない。あ、そういうね。そういう経緯もあったのか。そういえば菅野先輩に誘われたから今こうなってますね。ふんと得意げな顔をする菅野先輩。まあ純子先輩からしたら、まあそういうね目的もあったと。うん、まあでも連れてきたこの3人がね、アン先輩にこう合いそうだから、まあ連れてきたみたいな感じだったけど、まあ本当にねこうアン先輩と打ち解けられてよかったよね。なんてね、冗談よ。ん？今こうなってるのはなるべくしてなっただけで、アンを任せようなんて気持ちで何かしたわけじゃないわ。ああ、そういうわけじゃないんだ。最初は後輩はともかく、双子はキャラ強いなぁ、濃いなぁとか思ってたけど。いやぁ、アン先輩と比べたら私とお姉なんておとなしいもんですよ。うん、そうそう。って、レン君、言いたいことがあるなら言ってもいいよ。山ほどあるね。外面はともかく、ひなとあやだって十分に強いところあるからな。そう言うと、ひなとあやは心外だという顔をする。いや、こちらこそ心外だ。双子といえば、そっちも意外だったな。おう。意外って何がです？そんな言われるようなこと、なんかしましたっけ？俺もひなもそう言われる覚えが特にない。いや、ほら、隣同士で一年暮らしてて、結局何もなかった。わけではないだろう。うん。そうですね。そっか。そういう意味ではそうなのか。まあね、なんだかんだ1年間やってみて何もなかったっていう。ああ、確かに。まあそうだよね。キスシリーズでここまでさ、何もなかったヒロインも珍しいよね。まあアン先輩はね、途中からとかいうのはあるけど、そっか、1年経ってんのか。そう考えると1年経って何もないってキスシリーズだと初めてですね、そういう意味では。ああそうね、結局1年近く経ったけれど一線は越えなかったのよね。ね、まあ春キスの好みさんとはねちょっとまあいろいろあって、まあ時間だけはね長いですけどね、まあ一緒にいる時間はどうなのか分かんないけど、うん、まあ葵さんもそういう意味ではそうなんだけど、まあでも1年以上一緒にいるっていう、おーマジか、まあ一緒にいるっていうか、まあ近所というかね、近いというか、確かに。そう考えるとだな、からかうわけでもなく先輩たちは本当に不思議そうに俺たちを見る。隣同士で暮らしてるって言っても節度は守ってましたし。あ、でもそう考えると7、あ、星キスの7さんは相当長いね。そう考えると、いや相当長いね、そう考えるとね。
だってもうずーっと一緒だったもんな。まあご近所で付き合いがあって、で高校生になってずーっとこうね付き合いがあってみたいな感じだったみたいだからね。あとまあ近所ではないけど、どうか、あーまあ春日野さんとかもね。そうだね。そうか、姉の方が言うと妹よりも信用ないって感じるのはうちの気のせいかな。誤差ですかね。ひなの方が悪ふざけ多いように見えて、あやも大概ですから。いやいや、私なんてお姉に比べたらおとなしいもんですよ。誤差レベルでな。とまあ、蓮くんがこんな態度なんで、特に何かあるわけでもなかったわけです。一緒に住んでるとかならともかく、うん、隣同士だから事故みたいなこともそんななかったしね。そうか、なんか幼馴染補正ってやつかな。なんかユッキとかもそうだけど幼馴染補正きっちいな、マジで。なんか幼馴染補正っていうかさ、幼馴染だからこうなんていうのかな、こうきっかけがないともうずっとねそのままこうもうこう一直線で辿っていくというか、何かこう起こらないというかね。そういう意味ではそっか、ナナさんもそうだし、そっか、そこら辺も全部そうなのか。綾野兄さんもそうだしね。綾野兄さん。やべ、綾野兄さん思い出しちゃった。やべ、キスベルの下りでね、綾野兄さんっていう下りがあるんですけど、ごめん、綾野姉さん思い出したら、綾野兄さん思い出しちゃった。すいません。正直なところ、一人暮らし始めて、バイトして、勉強して、そんな余裕もなかったですし。確かに、と相づちを打つひなと綾。まあ、1年生はな、やっぱ、慣れなきゃいけないからな。改めて考えると、うちにとってはこの1年それが一番の驚きだよ。ああ、そうね。とはいえこれからどうなるかわからないわけだし。もう俺はアンさんを襲うので、そのつもりでよろしくお願いします。どうかな、なんかもうレン君とはお姉ちゃんと弟みたいな感じでずっと終わるんじゃないかみたいなとこもありそう。おっと、いや私たちの話じゃなくて、今日は純子先輩の卒業のお祝いだよ。そうだったけれど、なんだかいつの間にかいつもみたいな話になっていた。そうね、これからは今までみたいに毎日会えるわけでもないし、もし何かあったら私にも教えてもらえると嬉しいかしら。それはうちのことが心配だからですか？それがないとは言わないけれど、ほぼ趣味ね。ほぼ趣味なんだね。趣味か、もう。あっさりと言い切る菅野先輩に、アン先輩が複雑な表情を浮かべる。そんな顔してるけど、アンだって、池永くんに彼女ができたら、それが誰か気になるでしょ？おお。わかります。お姉なのか、私なのか、もしかしたら違う誰かなのか。おお。なるほどね、ちゃんと候補には入ってんだな自分たちも。今は近くにいるからすぐわかるでしょうけれど、アン先輩が卒業した後に動きがあったらどうですか？うう、後輩たちのことは心配になるけど、それはそれとしてめっちゃ気にするだろうな。めっちゃな、なんだろう、ちょっとこうねえ、あんま近づかないでおこうみたいな感じで遠慮しちゃうかもしれないな。なんて、結局普段と変わらない様子で、しんみりした空気なんてなくなっていくのだった。まあ、これがこの4人の、このね、作業部屋の、みんなのパターンなんでしょうね。なーに、センチメンタルな雰囲気出しちゃってるの？風呂上がりに涼むついでにぼーっとしていたら、出てきた日向に見つかった。おっと、なんでもないは通用しないからね。そういう嘘は、お姉ちゃんには通じません。先に逃げ道を潰される。あ、どうしたの？ああ、レン君がお姉にいじめられてるのかな。よーしよし、私の群れで泣いていいよ。やったー。どうしてそうなる。いじめられてもないし泣いてもない。ちょっと卒業式のことを思い出してただけだ。自分のでもない卒業式で感傷的になるほどレン君って感情豊かな人間でしたっけ？ああ、暴力反対。俺がスッと動くと、ひなが綾の後ろに逃げる。お姉のことは差し出すので、二人っきりでいたずらでもお仕置きでもご自由にどうぞ。
ひどい妹に秒で売られた。もうなんかこの下りにも慣れてきたね。なんか無表情で見られるぐらいちょっと慣れてきたわ俺。あのな、別に落ち込んでるわけじゃないから気を使わなくてもいいぞ。そう言うとひなとあやが顔を見合わせる。やっぱり余計な心配してたか。うーん、じゃあ何考えてたの。いや、菅野先輩が卒業したなーって。そうだね。あれ、もしかして蓮くん、お、言えなかった気持ちとか、いなくなってわかる惜しさとか、そういう、そういうのでもなくて、ちゃんと仲のいい先輩が卒業するのを見送ったのが初めてなんだよ。あー、そうなんだな。まあ先輩、まあクラスでもな、友達があんまいなかったらしいですから、そっか、先輩との友達なんて、そうねえっていう感じだよね。とかそういう意味だと初めてなんだ。自分でも渋い顔になってるのはわかる。あー、レン君、引っ越し続きで友達もいなかったから。今までの卒業式もな、そりゃあ周りは3年分の思い出とかあったかもしれないけれども、途中でフラフラ転校してた俺にはそういうのもないわけだ。今までは周りのために最低限やることだけやってなあなあで流してたけど、そうやって何でもないことみたいに笑えない思い出をぶち込んでくるのをやめてくれませんか。いや、そんなこと言われてもな、聞いてきたのそっちだしな。いや、だから今年はそうでもなかったから、ちゃんとやろうと思ってちゃんとしてみたわけだけれど、もしかして卒業式の手伝いとかやってたのも、そのちゃんとしようとしたから。そんな感じでやってみたけど、なんかよくわからなかったなぁと思ってたところにひなが来た。私のさっきの感傷的になるほど感情豊かなタイプだっけっていうの合ってたよね。世の中正しいことだけで回ってたら苦労はないんだよ、おねえ。そうだね。そうだね。それはあのブーメランでちょっとあなたたちにちょっと返したいんですけども、はい。ひなとあやも俺がどう思ってるのかは分かってたけどな。あ、ひなとあやが俺をどう思ってるかは分かってたけどな。ちなみに蓮くんとしてはどういう可能性があったんですか。お、自分でも気づいてなかった感動とか寂しさを感じるんじゃないかという期待はあったけど、そうでもなかった。その辺は人それぞれだと思うけど、純子先輩本人もその辺スマートというかクールというかドライじゃないんだけど淡々としてるというか。あ、な、多分ここら辺の会話が変わるのかな、純子先輩ルートだと。なんか今の感傷的なのがちょっとこう純子先輩のことを思いながらみたいな、なんかそういう感じにもなってくるのかな。蓮くんが自分のこと冷たいんじゃないかとか人としてどうかとか思ってるかもしれないけど。お、いや、まあ若干そういうことも考えてはいた部分もあるような気はするけれども、そもそも蓮くんがそこで感極まって泣いたりするような性格ではないので、むしろドライなのは蓮くんの方かな。俺が冷たい人間かもしれないっていうのは否定しないんだな。冷たいっていうか淡泊、面倒見はいいけど割り切りがズバズバしてて、たまにその割り切り先に情がない感じ。おお、幼なじみが全然取り繕うつもりがなくて安心すればいいのか自分を顧みるべきなのか悩む。悩むがいい。蓮くんは割と自分のこと見えてないからね、自覚は大事だよ。そうだよね。あのさ、あやめさんさ、なんかいいこと言ってるようなんだけど全部ブーメランなんだよね。自分のこと見えてないっつってさ。いや、それいつもなんかねえ、ガンガン仕掛けてくる。ガンガンなんか無防備に仕掛けてくるあなたたちはどうなんていうね。でも大丈夫、どんなレン君でも私とアヤは一緒だから安心していいよ。そうですか。そうやってそっちで俺の傷を広げてから優しくしてつけ込もうとするのどうかと思う。俺もひなとあやの態度に表情が渋いまま戻らない。ちっ、バレたか。こういう時ばっかり私たちのことがよくわかってる男め、もうちょっと素直に騙されたふりでもする可愛さがあればな。まあいいや、寝よ寝よ。好き放題言って好きに帰っていこうとするひなとあや。ここ1年でこの辺もかなり遠慮がなくなったと思う。あ、そう。
寂しいなら私たちと一緒に寝る？寝ません。うん、そういうとこが冷たいし淡白だしドライだし、うん、女泣かせだし、うん、可愛くないと思います。いやなんでだよ。いや一緒に寝ましょうっつってさ、いや寝ませんって。いやええやん。何か怒っちまうだろ、一緒に寝ちまったらよ。まあまあそれもな、なんかちょっとね、まあ期待してるのかもしんないけどね。まあ女泣かせなのはそうかもしんないけどな。増えてる。ほら、まだ冷えるんだから戻って寝ろ。はいはい、おやすみ。レン君も寒くなる前に戻りなよ。そのままヒナとアヤが部屋に戻っていく。本当に好き放題って言ったな。それを見送った後、俺も体が冷えてまで外にいる気もなく部屋に戻って寝ることにした。なるほど、そういう感じで純子先輩の卒業が終わると。やったね、今年も一緒のクラスになれたね。早いね、もう。もう日々が過ぎるのが早い、本当に。はい、ということで、じゃあ今回はここまでにしたいなと思います。いやー、なんかアン先輩がなちょっと寂しそうな、なんかそんな回だったんですけれども、まあこのね、まあ、2人とももう何もなかったという。なんかそう考えると、あー確かになという、なんかそういう感じの回でもありましたね。1年間か。なんかすごいね。まあこのね、まあ体験版というか、そのアイキスのストーリーの中では1年間はすごい早かったけど、まあ相当どうなんだろう、まあ1年間は長く感じるだろうし、あこのね、あの当事者のこのレン君たちはまあどうなんだろうね、まあどう感じてたか分かんないけど、まあ短く感じてるかもしれないけどね。まあでも相当やっぱやることあったりとか、いろいろあったりとかしてね、まあどう感じてたかわかんないですけど、でもそれにしても1年か。いやー、そう考えるとな。で、しかも隣だし、もうすごい、まあね、なんか一緒に作業したりとかさ、密接なね、なんか濃い時間をね過ごしてきたわけで、それで何もないっていう。そういう意味だと、ああ確かになっていう感じにはなりましたね。はい、まあ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 、でもまああやひなコンビのねルートも今回はあるんで、まあそのアイキス無印とはねまた違った、まあ俺アイキス無印の方のあやひなコンビどっちも見てないんですけど、まあそれとはまた違う感じになるのかな。うん、まあこれもね、ちょっと無印の方をちょっとね見ていきながら、また2もね、製品版買って、まあ楽しみにちょっとね、してようかなと思います。そこら辺のね、ルートもね。はい。ということで、じゃあ今回は以上にしたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録の方ももしよければよろしくお願いいたします。それでは、バイバイ、ありがとうね。